すみません、読売テレビの小沢です。よろしくお願いします。チャンネルは初登場ですね。黒木の上司になるんですけれども、ゴルフはちょっとだけ学生時代やってました。ちょっとじゃないよちょっとじゃないよ、このスイングはねえ。星野プロに黒木アナウンサーに教えてたことを横から聞いて全部盗み聞きしてたんですよ。ゆるく水をこぼさないようにグリップを軽く包み込むように握ってあげる。で、左腕からシャフトをこう一直線にするように構える。これだけをずっと徹底して意識してやってるんですよ。いや、あれは普通あれ普通じゃないですよ自分で打っててすごくバランスが悪い。それなんでバランスが悪いかってことなんですよね、はい、こう見ててもそれは感じれるんですよ、はい、僕はね、はい、で、一つこのゴルフクラブを上げる時に、はいはい、どこでどういうふうに上げてます、このゴルフクラブ。手だな、手で上げちゃった。はい、そうなんです。もう多分手先で上げてるんですよ。はいはいはい、そのせいでせっかくいいアドレスをしてるのに、はい、手先が強く上がるので、はい、重心が多分完全に上に上がるんですよ。はいはいはい、上半身に力が入る、はいはい、でそのまま腕で振りに行くと、はい、ちょっとトップしやすいです、はいはい、ボールは下にあるので、うん、下に向かいたいんですよ、はいはいはい、やっぱり強い球で重く当てたいので、うん、それは極端にやると重心を絶対に下半身に持ってきたいです、はい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 、下に、はい、でこの下の状態から今度バックスイングを上げる感覚としては、はい、手じゃなくてまずこっちに振った時にクラブってヘッドが重いのでこういう動作が起きますよね、はい、力を抜いた、はい、この勢いを使ってそのまま上にポンと上げたいんですよ、感覚的に。はい、はいはい、でそれを実際球を打つときに構えててこうやって始める人ってなかなかいないじゃないですか、はい、みんなここからスタートです、はい、でこのスタートするコツとして、うん、少しこうお腹の中をこうちょっと動かすとか、あ、はい、あとは、まあ、有名なタイガー・ウッズ、うん、タイガー・ウッズは左の股関節に少し股関節が動くんですよ、はい、それを一瞬で右に乗せてその反動でこう手がこう勝手にスッとこう上がる。わかります？こうやってバックスイングしてるんですよ、極端にやったら。あ、するとこう手でこうバッて上げないんですよ。なるほど、はい、まあ今言った話をドリルで練習できるので、はいはい、それはどうするかというとこれです。これで一回僕の見てください、はいはい、下半身のエネルギーとかをこう使ってするとよりこう手は楽になるんですよ。最初のエネルギーだけでいいので一瞬だけ最初のフッて使ったらねえ、で多分今ここまで飛んだっすよね。ここまで飛ばせれないと思う最初。へえ。もうここに集中してこれを重さを押して邪神が働いた。重さを押して滑ってってくれたら、はい、あとこれ勢いでちょっと上がるはずなんですよ、はいはい、もうその時点ではもう力が完全に抜けてないだろうです、はい、それを重さを押していきましたってこう自分で振りに行っちゃってるんで、はいはい、だから切り返しもこうやって腕で落ちてきてるんで、あ、ちょっと解放してください。これ押したら力をちょっと解放してあげて、はいはい、解放する無の境地だ。だから切り返しがものすごいゆっくりになります。ここからね、はい、これを手で押しますってなった時には、はい、手で持ち上げようとする、はい、押そうとするので上外れるんです、こうやって、はいはいはい、なので
自分の下半身の体重と一緒に全体で押さなくちゃならないですよ。あ、なるほど。手だけじゃないんですよ、はい、こういう部分でも押さなくちゃならないです。すると長く遠くに押せるんで、なんか次行けそうな気がしてきた。そう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 、今ちょっとゆっくりになったの分かります？うん、分かります、自分で、はい、こ最初ね、はい、出だしはここを使ってこうやって押したいんですよ、はいはい、そうそうそう、すると手が動かないからこういうふうになるじゃないですか、はい、そっから少し手で押していったりする、はい、あ、これでもいいですか、やっちゃって、はい、そう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 、こういう、全然違いますよ、感覚、こういう感覚、ここは下半身がねじれてる、すごいねじれてる感じがする。それだったらここでバックスイングしてるんですよ、こうやって。わかります？あんなに切っちゃっていいんですか、こっち。いいです、うん、ちょっとリズム感がね、上級です、間が取れるようになってきたし。匠の技はすごいですね。いや、すごいですね。私はここにたどり着くのに何年かかるんだろうと思いながら見てます。ドライバー行っていいですか？あ、いいですよ。楽しそう。ドライバーはこれできないので。え、できないんですか？できないです。今日習いたかった別のテーマもちょっと今日これやってみます。ドライバーはで楽しそう。私より楽しんでます。ドライバーも同じですよ、感覚的には同じ、低く遠く重く。おお、素晴らしいね。これはなんか今までと違う感触ですね。やっぱ上半身強いんですよ。上半身強い。はい。もっと回していいですか？で、たまに右行ったり、ちょっとこう老け玉になったりするっていうのは、はい、バックスイングはいいんですけど、そっから切り返しがちょっと上半身なんですよ。こうやって上半身がこうやって行っちゃうので、ちょっと詰まり気味で当たるんで、自分ではこうバランスが悪く感じてるはずです。ちょっと軽く素振りでバックスイングして、この切り返しでここじゃなくて今度ここがスタートです。はいはい、はい、なので一回バックスイング、あのアドレスしてください。アドレスの時にさっきやったようにこっちからこう動きますよね、はい、そしたらすぐにこっちが動かないんです。ああ、はい、はい、それがここが動かないんですよ。バックスイングが上がってできましたって言ったら、こっちが先に落ちてくるんです。あ、はい、だから上半身がちょっと突っ込むんですよ。はい、はい、それを合わせようとするからバランス崩れる。あ、なるほど。上げて、そうそうそう、上げて出来上がる前にもこっち側が今度スタートで左に踏ん張ってくるんです、はい、で手が落ちてくる、はい、順番的には。なるほど、はい、そうそうそう。一番難しいところ。これもドリルがあります、はい、練習のドリルがあるんで、まあまあ一発、はい、チョロになった。バックスイングを上げたと同時に左足を上げてほしいんです、はい、で手を下ろすんじゃなくて足が降りてから手を振るっていう順番。多分小沢さんの場合は上がったなと思ったらもうすぐ手が落ちてくるはずなんですよ。足と同時ぐらいにこう落ちてくるはずなんじゃなくて、上げたら足踏んでから打つっていう動作を軽くでいいので。体の使う順番ですよね、はい、こう。わお、はあ、あれぐらい軽く。さすがプロだ。さすが。おお、今のいいっすよ。ちょっとだ。今のはいい。うん。今のはちょっと待てましたもんね。バックスイングが上がってちょっと待てたんで、だからさっき重りを使ったようにバックスイングは大きくいかないと、バックスイングのトップではちょっと待てないんですよ。いや、いいっすよ、いいっすよ。じゃあこれで着きました。
いい球だね。ここの感じが下でこうね、ウッズのように星野さんのようにこうグーこれですね。熱いな。いやいい練習しました。ありがとうございます。それぐらいやっぱり下半身使うんですよ。とりあえず今日はこれ収穫、あの下半身を下にイメージして大きくねじって、でゆったり間を取って降りてくる、これですね。皆さんこれです、ね、今まで一緒に練習しましょう、はい、手で上がってたんで切り返しも速くなってたっていうので、はい、多分リズムがいろいろバラバラになっちゃって、はいはい、うまく当たんない、バランスが悪いって自分で感じてたと、はい、ありがとうございます、うん、次の課題ができた。部長、私のこと忘れてますか？一緒に来てたね。私のこと忘れてませんか？すっかり部長になってる、はい、あ、そうか、黒木さんのレッスンがメインね。小沢さんのゴルフチャンネルになってます。さあ、今回のゴルフ動画いかがでしたでしょうか？楽しんでいただけた方、いいねよろしくお願いします。そして10万人目指して頑張っていますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。